はい、こちら観音養鯉場さんの五色3歳メスでサイズが58センチです。お願いします。はい、観音さんの五色3歳です。五色では今もうトップ3ぐらいに人気の、観音さんの五色です。こちら3歳サイズの方が58センチです。特殊な模様、変わった模様が非常に目に留まる五色です。当たり前の模様ではなく、非常に華やかなポン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 とつく模様が目に留まります。この鯉は私2歳の頃から見ており、観音さんの野池の方で立てていただいた鯉です。国際養魚品評会のですね、夢展の方に出品してきた鯉ですね。見覚えのある方もあるかと思います。2歳の時はどうでしょう、50センチあるかないかなぐらいだったと思ったんですけども、しっかり肉をつけ、ボリュームをつけて上がってきました。全く音イメージはなく、しっかり肉がついております。はい、いきます。はい、非常に顔つき四角い顔でいい顔してますね。御三家のような体型です。しっかり太みもありますね。いい顔です。サイドです。はい、サイド、ごめんなさい。はい、お腹の方綺麗ですね。ちょっとまだ上がりたてで、消毒したてで、鯉も荒いです。そして、消毒直後なので、鯉の艶とかも懸垂岩に比べると若干落ちますが、やっぱり野池から上がった独特の艶照りっていうのは持ってますね。鯉も非常に照りがある鯉です、ね、そうですね。さらにもう今後も大型が期待できる一本ですね。この目幅が非常にあります。おすすめの一本です。いかがでしょうか。こちら観音養鯉場さんの五色3歳メスでサイズが58センチです。ぜひよろしくお願いします。